マーティン・ハリスはイングランドのプロレスラー。ロンドン出身。2003年、プロレスラーになるために、ドロップキックスと FWA アカデミーにてトレーニングを積み、同年に ASW にてジョー・ライオットのリングネームでプロレスラーデビューを果たした。後にリングネームをマーティン・ストーンに変更。イギリス国内のインディー団体に参戦し、2004年には、 ベテランレスラーのスティックスとスティックスストーンなるタッグチームを結成してタッグ戦線で活動。IPO、UK、HPW、RQW などの団体に転戦し2007年4月に世界各国の団体のレスラーたちが集まったトーナメントであるキング・オブ・ヨーロッパカップ2007に RQW 代表として出場。1回戦で ノア代表の塩崎剛と対戦して敗戦。予選落ちとなった。同年9月には、ドイツの団体である WXW に参戦し、ダグラス・ウィリアムスとタッグを組んで、WXW 世界タッグ王座を獲得。2008年2月、力にて開催された、トリオタッグトーナメント、キング・オブ・トリオにザ・カーテルと組んで、ザ・ファームなるユニットを結成。 イギリス代表として出場するが2回戦で敗退した。2010年2月、FWA にて、FWA 世界ヘビー級王座を獲得後、アメリカのメジャー団体に参戦することを視野に入れ、イギリスのファンたちの声援に、相反して裏切るような行為を続けヒールに転向し、ジアジェンガなる大型ユニットのリーダーとして、悪事の限りを尽くし暴れ回った。FCW NXT2012 年、WWE とディベロップメント契約を交わし、入団。参加団体である、FCW にて、ダニー・バーチのリングネームで所属。8月には、FCW と、新人発掘番組である NXT が統合した、新生 NXT に移行。出場機会が多かったものの2014年4月、WWE から解雇となった。 WWE 解雇後、2014年5月25日、R、アンディ・ボーイ・シモンズと対戦して勝利した。6月15日、RPW ・サマー・シスラー2014にて、WWE 時代に共に活動した、ジョエル・レッドマンとイングランズ・コーリングなる、タッグチームを結成し、RPW ・ブリティッシュ・タッグオーザを保持する、ザ・カーテルに挑戦。勝利して、ベルトをダッシュした。 8月、ティネがイギリスにて行った、ブリティッシュブートキャンプに参加。10月19日、RPW 岡田 VS アリエスにて、新日本プロレス所属のカール・アンダーソンと対戦して、勝利。同月26日、フルスであるアイポ、UK のラストマンスタンディング2014に参戦し、アイポ、UK 世界王座を保持するジョン・クリンガーと対戦して、勝利し、ベルトをダッシュした。 2015年1月、活動の拠点をアメリカへと移す。同月9日、フロリダを拠点とするフィップにて、マイケル・ターバーと MSL ユニバースなるタッグチームを結成し、ジェネレーション・ジェネシスと対戦して勝利。2月16日、ティネのワンナイト・オンリー・ PPV であるグート・チェックに出場。一試合目にジェシー・ゴッターズと対戦して勝利し、メインイベントの勝者は、 ティネ入団候補となるゴウェーエリミネーションマッチを行うが、ショーン・リッカーによりホールされ敗戦した。同月21日、アファーアイがペンシルベニア州にて主催する WXW に WWE 時代の同僚であるジョディ・クリストファーソンとそのブ・ザ・アスレティックなるタッグチームを結成。5月2日、WXW タッグ王座を保持する MMS に挑戦して勝利し、 ベルトをダッシュした。7月29日、WWENXT に参戦。ケビン・オーウェンスと対戦するがダイビング戦闘音から、ポップアップパワーボムへと繋がれて敗戦。9月2日、アポロ・クルーズと対戦。クルーズの体当たりを避けて、ランニングラリアットを食らわせて倒し、クルーズのポーズを真似るアピールを見せるが最後に、スタンディングシューティングスタープレスを決められ敗戦した。 フィニッシュホールドその他得意。技 FWA 世界ヘビー級王座。ありがとうございます。